そろそろ終わらせるか。させるかいやん。獣たちが揃って待ってたぜ、渦巻きナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってばあの6人の中にいた。なんでここに？つかここはどこだ？ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。ああ、こいつっては俺を食った4尾。落ち着けソン。ナルトよ、こいつを4尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。はあ、そうか、名前があったんだな。ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな。もともとの純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。えっ、キュービにも名前あったの？そうっす。美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて。人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけどちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんていうあんなやつが美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白いやつだね。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないがないよりはマシだろう。私は新井由紀と、そしてこいつはまたたび。俺は元4代目水影の矢倉、下のは磯部ってんだ。老子と孫だ。藩という美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フッス、こっちはラッキーセブン長明。あんがとな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ。クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いい加減に離れやがれ。さて、そろそろいただくか、キュービー。何？渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ。でも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんないよっ。